どうもメンディーです。緊急事態発生でございます。実はなんと今日花粉がとてもひどいので私屋外にいれません。ということで屋内の素敵なスポットを皆さんにご紹介したいと思います。行ってまいります。来ちゃったよ。ここはねシチズンの施設なんですけれども、シチズンプラザといってアイススケートとボーリングとテニスが楽しめるね複合型、まあプチレジャー施設みたいな感じなんだけど、都心にあるっていうのが素敵でね、高田馬場にございます。で今日は私はまずテニスは、外だから無理、花粉症だから。でボーリングは球体恐怖症なので無理ということで、スケートを買いたいんですが、スケートにするんだけど、これですね。ここ大人滑走券で貸物引き換え券、貸物引き換え券で購入ボタンを押すと、購入ボタン押す。忘れてた。わあすごい楽しそう。こちらですね。これを今バーコードなのね、全部。そう。あ、開いた。よし。わあ楽しそう。どうも。いやーすごい。一気にやっぱ気温が下がりますね。24.5。はい。はい、またサイズの方合わなかったら交換できます。ありがとうございます。じゃあいいっすか。あ、大丈夫です。はい、行ってまいります。20年ぶりのスケートリンクでございまして、あれなんですよ、祖父がね、亡くなった父方の祖父がインストラクターをやっていて、ちっちゃい頃にもう秋田の祖父祖母のところに遊びに行くたんびに習っておりました。習っていたというか遊びに連れてってくれて、で楽しかったからね、そうそう。でもね20年ぶりだからわかんない、どうなるか。感覚ってね、やっぱやってないと薄れるのでね、こんなに楽しみに意気込んでてもステンコロリンするかもしれませんが、それはそれでお楽しみに。おいよ、履けました。じゃあ行ってまいります。20年ぶりの、滑れるかな、滑れるかな。20年ぶりのおじいちゃん見守っててちょうだい。あ、感覚取り戻すのちょっと時間かかるかもしれない。あ、すごい、感覚忘れてる、完全に忘れてる。すごい、感覚忘れてるよ。あ、すごい、全く覚えてない。大変。すごい、どうしよう。
押すんだよね。押すんだ。後ろに？後ろ、斜め後ろ。斜め後ろに押すんだよね。片方ずつね。そうそうそう。こういうことだよね。うん、そうそうそう。なんでみんなあんなスピード出たんだろう。なんで？これさ、すごいね。やっぱ20年やってないと忘れるんだね。忘れるね。すごい。すっごい恥ずかしいんですけど、これここまで滑れなくなってると思わなかったから、今かっこいいとこ見せたい。ちょっと教えてください。教えますか。はい、一旦カット、これ以上見せられない。お、少しずつね、こう小刻みだけど慣れてきた。こうね、少しずつこう、集中させてちょうだい。いやー、さっさっさ行ってくるよ。はい、いや、なんか20年以上ぶりの勘をね、やっぱりすぐには取り戻せない。前に進むことしかできないね。なんか後ろ向きに走れたりとかしたのに、最後にスケート滑ったの9歳かな、だからもう22年前になるのか。なんかね、楽しみにしてきたつもりが、亡くなった祖父のことを思い出しちゃって切なくなっちゃった。もう3歳ぐらいからずっと教えてくれてね。なんかでも久々にね、こう少しスピードを出して走ってる時に、なんか会えた気がしたの、不思議と。そういうもんなんだろうね。全然なんか想像してたのと違う方向に番組が進んでいるよ。まあ悔しいからもう一滑りぐらいするけど、何も言えることは他にございません。決めた、ちょっと久々に通ってみるスケート。そういうことだったんだろうな、今日ここに来たのは。もっと滑りたかったんだろうな、おじいちゃんも。
絵が足りないということで、球体恐怖症の私は強引に2階のボーリング場に連れてこられました。素敵なプログラムを皆様にお届けするために、この球体恐怖症を押し切って頑張ってプレイしたいと思います。あお願いします。これはい、お願いします。どうすればいいの、これワンゲーム、ワンゲーム2人、はい、貸し靴、いやー、いいっすね。怖い怖いけど、ここね、はいはい、さてこれも靴を履き替えるのね。怖い、球体恐怖症、怖い。はい、これどうすればいいんですか。投げていいの。え、4番なの。4番ここだよね、ここでいいんだよね。じゃあこれ投げますよ、いきます、いきます。センスないね、私は本当。うわ、怖っ怖っ怖っ、ボール怖い。これ絵が足りないから来てるのに使えるんですか、こんなの。球を変えてみよう、球変えてやってみよう。そしたらどうする、これでストライクとか出たら。これだったらガーターの方がまだ気持ちいいよね。これボーリングじゃなくてもよかったんじゃないの、なんかねえ、絵足りないってさ、絵足りないってなんかボーリングじゃなくてもよかったんじゃないの。これ普段来ないもん、ボーリングなんて。ああ、涙出てきたよ、本当に。なんかい
本領発揮してきたんじゃないかい。あいやいやいや、なんなのこれ。ああ。何これ、真ん中に当てたのにストライクにならないって、これどういうことですか。いやというわけで、今回のムーブもいかがだったでしょうか。このしょうもない絵のために私は球体恐怖症の心を押してゲームに励みました。この低レベルな戦い、ガーター続き、やはり不慣れなものはやるものではございません。というわけで、これが本当に年度末最後の放送でいいのだろうか。私はとても悩みました。だがもう先はございません。この悔しさをバネにまた来年度も頑張りたいと思います。というわけで、メンディーでした。あ、悔しい。あ